ルイージ・フェデルツォーニはイタリアの文学者、政治家である。1878年にボローニャで生まれ、1900年代以末にボローニャ大学文学部を卒業する。大学生の頃から作家、ジャーナリストとしての活動を始め、1910年にはエンリコ・コラディーニーらと共にイタリアナショナリスト協会を設立、イタリアにおけるナショナリズムの中心人物となる。 1923年のナショナリスト協会のファシスト党への合流後はムッソリーニ政権の下で植民地層、内相元老院議長を歴任。内相時代にはアルフレッドロッコ法上とともに国家機構の強化に努めアブルの創設にも携わった。1930年代半ば頃からはムッソリーニへの権力集中とともに政権中枢からは遠ざかっていたが、 言動委員議長、王立アカデミー会長として一定の影響力を残しつつ、ディーノ・グランディによるムッソリーニ会議の提案に対し、我々はイタリアを全面的破滅から救うためには、どんなことでもあらゆることを不可能なことでさえやってみなければならない。たとえ、我々のクワだが失敗したとしても、我々の犠牲は反乱に火をつけ、国民を無関心から立ち上がらせる口火になるだろう。 そして、同意を与え、その立役者となる。解任後は、ドイツ軍による逮捕を逃れ、1967年1月24日、ローマで88歳の生涯を終えた。A.B. フェデル層に、世界大百科事典、第2版平凡者、ムソリーニ7章2節。ありがとうございます。